工事園は岩波書店が発行している中型の日本五国語辞典。編著者、新村で新村武氏。工事園第7版、工事園第2版昭和初期に出版された辞 m の改訂作業を引き継ぎ、第二次世界大戦後新たに発行元を岩波書店に変え、署名を工事園と改めて出版された。中型国語辞典としては三成堂の 大辞林と並ぶ領有で、携帯機器に電子辞書の形で収録されることも多い。収録語数は第7版で約25万語。出版依頼版を重ね、日本国内から世界の社会情勢や約3000点の図版、地図などを収録し、百科事典も兼ねる働きを持っている。工事園の出発点となる素案は、大正末期から昭和初年にかけ、民族、 民族学や考古学の名著を多数世に送り出した岡書院店主の岡茂雄による。1930年末、不教科の出版業が取るべき方策を、名優、岩波茂行に相談の折、教科書とか辞書とか、講座物に力を注ぐべしとの助言を得て、中高生から家庭向きの国語辞典の観光を思い立ち、旧地の新村でに依頼したのが発端となる。当初、 シンソンは、興味がないと断るも、丘の重ねての依頼にしぶしぶ引き受ける。その際、シンソンの教え子の溝江八夫都市に助力をこい、その溝江の進言により、百科的内容の辞典を目指すこととなる。署名は、岡がシンソンのために企画した、長野県松本市での国語講習会での懇談の席上、新村公案の数案の中から決められた。辞演とは、 当真の勝行の自演にちなんだもの。しかし編集が進むにつれ、冷静な岡書院の手に余ると判断した岡茂雄は大手出版社へ引き継ぎを打診。岩波茂雄には断られるも、岡の友人、渋沢経営像を通して事情を知った白文館社長大橋慎太郎より強い異常の申し入れがあり、辞演は白文館へ異常された。辞演異常後も、 編集助手の人事や編集業務上の書務、博文館との交渉等の一切は、岡茂雄が担当し、新村でを中心とする編集スタッフを補佐した。1935年に、自演は完成。観光されるや、ベストセラーとなる。自演観光後、岡茂雄はすぐに改訂版の編集を、新村でに進言。しかし、自演編集中の博文館の新村に対する、 態度には心ないものがあり、これを不快に感じていたシンソンは改訂版作成に難色を示す。しかし岡と溝江の説得に思い直し、自演改定に取り組むこととなった。岡茂夫は1935年頃に出版業界から身を引くが、自演改定版の編集では引き続き書務その他、一切の雑務を担当しつつ、編集、執筆者間の連絡調整にも不信して、 シンソン等の作業を補佐し続けた。改訂作業半ばに外来語を考慮していないことに気づき、焦燥機影のフランス文学者であり、思想上の理由で投獄されちょうど釈放されたばかりのシンソンの次男、シンムラ・を編集スタッフに加えるよう、進言したのも、岡茂雄である。しかし作業は遅れ、完成の目途が立たないうちに、第二次世界大戦が勃発。 編集作業はさらに遅滞し、空襲開始とともに編集部は場所を転々とし、最後は、博文館社長邸の一室で、新村武史と2名ほどの婦人スタッフで実務に当たった。しかし1945年4月29日の空襲により、ついに印刷用紙を保管していた倉庫と、数千ページ分の同版を保管していた印刷所が被災し、自演改訂版の編集は中絶する。 しかし、万が一を恐れた、岡茂雄が、半下の清しずりを必ず5通印刷し、白文館と、岡、溝江3名に、各一通、新村家に2通をバックアップとして保管していたおかげで、編集作業の成果は残り、後の、工事園へ引き継がれる。戦後、疎開先から帰郷した岡茂雄が、自演海底版観光の意思を、白文館に尋ねるが、 社長以下博文館側は拒絶、その旨は新村殿にも報告された。その後、新村武の交渉により、改訂版は岩波書店から刊行されることとなる。その際、博文館との圧力を懸念した岡茂雄は、署名の自演の引き継ぎにことを唱えたが、結局署名は広辞演と決まる。その後岡の予想通り、岩波書店と博文館の間で、 裁判沙汰が起こることとなった。戦後生じた大きな社会情勢の変化、特に金遣いの変更や、信号の急増などにより、編集作業はさらに時間を要することになる。新村不死をはじめとする関係者の老苦が実り、1955年5月25日に岩波書店から広辞園初版が刊行された。辞宴改定作業開始よりすでに20年が経過していた。 1991年11月15日には第4版が発行され、さらに翌年の1992年11月17日にはこれを元にした逆引き工事縁が発行された。逆引きには見出し語のみで語義は掲載されていないが、言葉を最初の文字からではなく最後の文字から引くという独特さ、試作の際の応援やクロスワードパズルなどの言葉遊びにも、 利用可能な点が話題を呼んだ。1998年11月11日に発行された第5版では23万予後収録。累計発行部数は初版第6版までで1190万部以上。第4版が220万部。第5版が100万部。第6版は50万部。中型国語辞典では売り上げ1位を誇る。 発行部数のピークは1983年12月発行の第3版であった。2008年1月11日に発行された第6版は24万、横が収録される。製本の際に薄くて丈夫な新しい紙を作るために、紙にはチタンが入っている。また、チタンを入れることで薄くても透けない効果がある。第5版よりページ数が約60ページ増え、 厚さではわずかに薄くなったが、チタン入りのため重くなった。第6版の発行に際しては、第5版に掲載された全23万語の見出しと、説明文を縮小コピーした駅張りポスターの作成や、ユニクロと提携して、差し絵のズワーをあしらった T シャツを販売するなどの販売戦略を行った。そのこともあって、2009年6月時点で、第6版の発行部数は、 当初目標の22万冊を大きく上回っている。この反則手法が評価され、岩波書店は第1回日本マーケティング大賞を出版業界で唯一受賞している。第7版は2017年10月24日に発表され、同年11月に予約受付開始、2018年1月12日に発行された。工辞園は時事用語を多く扱う。 百科事典である、現代用語の基礎知識、意味出す、知恵像のように、新語が毎年追加される性質の書籍でないことから、開判時に採用される新語にあっては、若者言葉が一般的に日本語として定着しているかどうかの目安とされることがある。九百八十年代初頭に流行した、ナウイは二千八年改定の第六版において収録され、二千年代半ばに、 流行した萌えは2008年改定の第6版では採用を見送られたが2018年改定の第7版において収録された。逆に猛暑日は2007年4月1日より気象庁が使用を開始したかなり新しい用語だが今後は頻繁に使われるであろうと判断したため2008年の第6版で収録された。なお、 特撮関係のキャラクターで記載されている項目は、第6版時点では、ゴジラとウルトラマンの二つのみで、その他、商標の掲載についてはあまり積極的ではなく、商標権を持つ、企業名まで掲載しない場合が多い。広辞宴編集部の上野正氏は、第5版まで世相、時代賞を表す用語は、第二次世界大戦前までに限定していたからで、 第6版で昭和40年代まで拡大したと説明している。第7版では仮面ライダーが追加されている。また、第2版観光時に約2万項目を削除し、新たに約2万項目を追加した。これは、初版で多く収録されていた古代中国の漢文用語や国史の古典用語を整理したためである。なお、第6版では、 上高森石の鉄像が発覚したため削除された例など新たな事実判明、発覚での改変も行っている。言葉の意味の変化に伴った語尺の追加、変更も見られ、古速は本来、その場しのぎの意味であるが、ずるいの意味で多く使われるようになったことを受け第7班で、卑怯な様の語尺が加えられた。同じく、にやけるも本来の、なよなよとしているの他に、 ニヤニヤするの語尺が第七版で加わった。なお、日本人の人名はぶっこ者の掲載のみに限定し、存命の人名については掲載していないが、他の国語辞典も、ほぼ同様の処置をとっている。広辞苑の最後の見出し語は、初版から第六版まで一貫して、んとすであったが、第七版で新しく、文房が追加され最後の語となった。愛用者は多く、一時期、 工事園によるとという書き出しでエッセイなどを書くことが流行した。慰安婦、従軍慰安婦及び朝鮮人強制連行1955年の初版では慰安婦を戦地の部隊に随行、将兵を慰安した女と定義し、1983年の第3版では戦地の将兵を慰安する女性と定義している。1970年代以降になって従軍慰安婦問題が 社会問題となり、外交における日韓問題にまで発展すると、4番以後で従軍慰安婦項目が登場し、日中戦争、太平洋戦争期、日本軍将兵の性的慰安のために従軍させられた女性と記載された。さらに、第5版では、日中戦争、太平洋戦争期、日本軍によって将兵の性の対象となることを強いられた女性。 多くは強制連行された朝鮮人女性と記述され、谷沢栄一はこれについて渡辺昭一との協調の中で削除あるいは訂正すべきだとした。その後、現行の第六版では後半部は植民地、占領地出身の女性も多く含まれていたと改定された。しかし、その第六版では朝鮮人強制連行の項目で、 日中戦争、太平洋戦争期に100万人を超える朝鮮人を内地、カラフと沖縄、東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍部などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の慰安婦とされた。と、慰安婦が強制連行されたとの説明内容を維持している。谷沢は白文館から自演の判件を取得した。 岩波書店が工事園として改定を重ねる中で3版から劇的に内容が変わりさよく理論の活発な演習場と化かしたと主張した。荒井沢子は初版にあった朝鮮事変、朝鮮貴族などが消え4版では朝鮮人虐殺、朝鮮人強制連行などと入れ替わっていると指摘。説明文の言い回しまで微妙に異なるのは執筆者が 高崎総治や和田春樹に変わったからだろうかと疑問を呈している。進出、進出書き換え工事園の各班を比較分析した水野康夫は全体的に共産主義に型入れした記述が目につくと指摘して、例えば日英同盟の説明文は初版ではロシアのアジアへの進出となっていたが、第二版以降ではロシアのアジア進出に書き換わっていることなどを取り上げている。 ナチクロ論総年番号のナチクロの項目では実際の産出地が三重県熊野市であるにもかかわらず1955年の初版から産出地が和歌山県奈知地方と誤って記載されていたと2013年に複数のメディアで報道された。報道によると熊野市からは1997年頃に訂正の申し入れが岩波書店になされたが その後に観光された第5版、第6版でもそのままになっていたとしている。これに対して岩波書店は1997年頃に熊野市から指摘を受けて検討した結果、貴族風土器等の江戸時代の資料に那智地方で算出する胸の記述があることから、1998年観光の工事園第5版で、 解説文を、ナチ地方に算したという過去形に変更しており、現在の採石地が、ナチ地方であるとは説明していないと主張するとともに、これら一連の報道は、事実経過を愛曲し、また、工事園の記述を誤りと決めつけた不当な内容となっているとウェブサイト上で反論している。第6版2008年に発行された第6版では、その記載内容について、 複数の号機が発見されている。まず、アシアアシアの項目では、有原の雪平と小風、紫の伝説などの舞台と記載されているが、正しくは、妻である。工事園編集部は、ウェブサイト上で、お詫びと訂正を行い、早期の訂正を行いたいとしているが、これは、第5版から残っていた誤りである。さらに、大角膜ヘルニアの項目では、 大隔膜の欠損部や筋肉の弱ったところを通って腹部内臓が腹空へ逸脱する現象などと記載されているが腹空内の内臓が腹空に逸脱するというのはおかしくこの文脈であれば強行へ逸脱とすべきである編集部は2008年1月にこの誤りを認め第2冊から訂正したいとしている2017年5月 フェミニズムなどの項目の記述について、明日症状体がウェブスター辞典、オックスフォード英語辞典を引き合いに出して、説明文の書き換えを求める公開質問が行われた。広辞典編集部は、この指摘を受け説明文を見直す決定を行い、第7版において、説明文の変更が行われた。第7版第7版のでは内容について、以下のようなご記述がネット上で指摘され、 誤記情報がいち早く拡散しながら、対応が後手に回り、紙の辞書のマイナス面が際立つ事態になった。ネット上では、辞書なんてネットでいいといった意見や、ウィキペディアで確認しながら編集しろといった皮肉もあり、岩波書店は、J、キャストニュースの取材に対して完璧なものを出したいと、努力はしているが見落としが出てしまうのが現状と答えている。一方、 20年にわたり間違いが指摘されてきた、将棋総計統計の始祖についての記述は修正されている。台湾記述工事園は、台湾を中華人民共和国の行政区分に組み入れ、台湾を中華人民共和国の台湾省であると記載している。台北中日経済文化代表どころは2017年12月11日、岩波書店に、 断じて中華人民共和国の一部ではないと修正を要求した。しかし、岩波書店は22日、中華人民共和国、中華民国は共に、一つの中国を主張しているとした上で、日本を含む各国は、一つの中国論にことを唱えないものとし、台湾省と表記して掲載した地図は、中華人民共和国の項目につけた地図であり、同国が示している。 行政区分を記載したものだとする見解を発表し、訂正を拒否した。1991年、第4版が出版された年は、大きな反響を呼んだ、宮沢理恵の写真集、サンタフェの出版があり、出版業界では、発行部数で、どちらが上回るかが話題となった。結果的に、年間発行部数は、工事園が約220万部と、サンタフェの 約150万部を上回り圧勝した。以降の版は電子媒体やインターネットの出現で初年度の販売部数を減らしており、第6版が出版された2008年1月から2009年3月では約36万部となっている。電子辞書に収録された工事演事演に関するカテゴリー、ありがとうございます。